はい、皆さんこんばんは、ワトツです。2018年8月の4日、20時です。ソニーの α7 を買ったので、撮影の勉強に行きたいと思います。よろしくお願いします。みんなで写真を撮りに行きましょう。始まったかな？大丈夫かな？あれ？トップガンに出てねえな。楽しんごが映画作る？喧嘩売ってんな、本当に。ワド散歩だよ、ワド散歩。あれ？あったあった。大丈夫か。行くか。しゃあ、じゃあ出かけるぞ。のんちゃんさ、どうしよう。のんちゃん、じゃあさ、フォトカメラにして俺のこと写してくんない？で、コメント拾って。俺に機材持つから、ちょっとのりこにカメラ渡すんで。のんちゃん、はい、これ外カメになってるから。オッケー、大丈夫。うん、ちょっと待って。わざつ、こんばんは。散歩。あれ、勝手に俺、俺の机が、ちょっと待って、机がない。人の家勝手に、何これ。植木勝手にどかされてんだけど。俺の机と椅子どこ。家のもん勝手になくなってんだけど。どこ行ったの。勝手に持ってかれた。ペンキ塗られました。俺の家今こんなことになってったんだよ。なんか鍵閉めて、鍵閉めて。俺の家今こんな感じなんだよ。勝手にこんなになってる。すごいでしょ。布が貼られてて、我が家ね、昨日なんか勝手にガチャガチャやられて、なんか言ってくれよな。植木が外に出されてるし、あ、リスナーさんからもらった植木なんだけど、ひどいよね。机が消えた、はい、あ、プラプラある。それインカメだよ。あ、それ外カメだよ。もんちゃん自分で撮ってる。勝手に勘弁してくれよな。外装工事中です。わどつ、手紙入ってなかったんでわかんないです。こんばんは。この公園撮りたかったよね。ここでワンショット行くか。そっち側にいて俺のこと映ってコメント拾ってて、もっと端に行って足元気をつけます。車に行かれちゃうから。あ、じゃあ奥、そThank you.
花火ありがとうございます。みすけ、みすけさん、花火ありがとう。映画頑張ってきます。頑張ってアドリブで。おお。みつけありがとうね。ホストの方行こうか。飲み物いる？大丈夫。最近の都庁です。こんなとこがあります。みつけさん頑張ります。暑いね今日。うん。
痛いよ。ゆっくり歩くわ。そうそう、こんな感じ。のんちゃんが足痛いって。変な顔してたから。腹減ったな。もっと1ポイントで30分以上かけるけど、のんちゃんに優しくしてんじゃん。なんで？これ優しいよね。のんちゃんカメラ持っててね。これ首から下げて、いいよいいよ、首からストラップ下げて、でここを外して、ここガチャって、そんな外して外して早く。カメラ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 。広角レンズと、広角レンズとあれが欲しいな。単焦点レンズが。のりこが女優なら俺は監督だよ。スタバでコーヒーでも飲むかい？飲みたい？スタバ何時までやってんだろう？一人で行きたくなっちゃうから止まる。ああ、地下道撮影する？新宿の一個撮りたい風景のポイントあるからそこ行こう。なんかおしゃれなバーで行く。あそこ行こう、決めた。 OK、 ポイント決めたわ。あのさ、まっすぐ行ったところにさ、歌舞伎町の入り口のところあるでしょ。あそこで車取ろう。なんかみんな見たい風景ある？撮りたい、新宿でここ撮ってっていうのあったら言ってね。みんなにプレゼントするから。てかコメントねえな。なんだろう、コメントがねえな。
はい、ワード2、こんばんは。ここいいんじゃない？ここ絶対映えるよ。照明がないとでも真っ暗になるか。ここ絶対いいな。ここは絶対いいになる。ああ夕方ぐらいじゃないと、あ、今日土曜日か、だからビルの光がないわ。ダメだ、歌舞伎町の入り口取ろう。今日ね土曜日だからビル群が光ってない。ミストサウナの中みたいだな。土曜日はここはね、なんて言えばいいのかな、ビル休みっていうか、ここは上場企業とかのさ、支社とかいっぱいある、要はビル群オフィス街なんだよ。だから土曜日は会社自体が休みだから光ってないね。風景的には光と影だから面白い映像はなかなか撮れない。いいね、塩レモン水常備ね。なんて言うんだっけ、蛍光なんとか水ね。さあポイント1、そこ。熱中症対策素晴らしい。汗かくでしょう、のんちゃん。運動だ運動。のんちゃん痩せるから。ニコって笑って、嫌な顔しないで、だるいみたいな顔しないで、悲しい気持ちになるから。塩タブレットってあんだ、安いね。蛍光なんとか水200円300円余裕でするからね。あー微妙だな、夜光ってないから、すげー微妙。ポイント1、ここですね。一応撮ってみるか。ポイント1、ここです。あ、でもね、ここ微妙かもしんない。ちょっとビルの明かりが少ないね。このポイントから撮りたかったんで、このポイント、ちょっと撮ってみましょうか。
頑張れよ、ありがとう。のんさん、どうしようかな。持ってる、持ってて。あ、まだカメラ、まだまだまだ。いいよ。ここがどんな風に撮れるでしょうか。こんな感じで撮ってます。これ今都庁です。5万円も貯金するの？5万円も貯金するのはちょっと大変だな。今こんな感じで撮ってます。
私今外に写真を撮りに来ました。ここの風景です。これ多分うまく撮れる。絵はがきみたいにセットで売れたらいいのにね。金儲けのためにこれ自体やってる。どうしようかな、ここ微妙かな。何枚か撮ったけど、次行こうか。うん、 OK。 ここはまあ想像通りって感じだね。俺と違うのはあんま面白くない。多分ねそこで撮る人は多いと思うから、手的にグッと来ない。わ、なんかいっぱいありがとうございます。あ、ありがとう、なんだろう、いいねだ、いいね、いいね、いっぱいありがとうございます。ありがとう。早く映画撮れ。あ、じゃあ早く金くれ。クーンタワーこっから撮るか。いや、写真はね、フリーでみんなに配ろうと思ってます、僕は。写真は配りますね。リスナーさんの恩返しです。いつも花火とかアイテムとか無料でもらってるから、少しでもさ恩返ししたいから。
ラブラブ。まああそこも写真ね、記念撮影スポットだけど。車体があったらここいいかもね。下から煽ってどんどん。腹減ったな。帰りラーメン食おうか。じゃあ今日のお目当てのポイントに今から向かいます。ここいいんじゃない。いいんじゃない。いいんじゃん、いいんじゃん、いいじゃん。あった、いい、のんちゃん、これ、畳んで。いいや。対応しといて。あ、すみません。はい。うちの敷地内ってあの写真撮影禁止なの。ダメなの。そうなんですよ、ね。わかりました。すみません、ご協力お願いします。ダメなんだ。OK、これ外して。ダメだって。まあしょうないよね。うん、気を取り直していこう。次次。めちゃめちゃ撮ってるわ他の人。さっきのすげえ国運タワーかっこよく撮れたからよかったんだけどな。残念だな。水分補給しっかり。了解、ありがとう。ダンス頑張ってるね。これ持っといて、落ちさないように。これもね、下から煽って撮るとかっこいいんだけどね。いる。そこ歩道橋が次のスポット。いやいいよ、ダンスは許可取んのめんどくさいし。次のスポットはここです。着きました。
まあ、定番中の定番ではあるんだけど、ここから撮ろうと思います。歌舞伎町撮影だね。多分ね、この前見た駅前の写真、こっから望遠で撮ってるんだよね、そっち側を。右は歌舞伎、あ、右は歌舞伎じゃない、右は新宿駅。多分ね、こっからあの望遠で行ったんだよ。ここは光を焚いて撮ろうと思います。こっち側撮っても面白いかもね、工事中の。さあ、いいのが撮れるかな。ここは前から撮ろうと思ってたスポットなんで、いいのが撮れるといいっすね。そういうのいいよね。こっから行きます。今日の撮影スポットここです。多分ね、カメラ的にこっち、こういう感じで撮ろうと思ってます。悪くないでしょ。歌舞伎町の入り口がガーって撮れる感じで、ここら辺に三脚かな。ここで行きます。よっしゃ、じゃあカメラセットします。誰かでしょ。だね、三脚が揺れるんだよね、多分。東京がね、車の振動でかなり揺れるね。うわ、超いい家。上だな。かなり揺れるね。これだから、小旅行向かないかもしれない。バッテリーがなんとかって書いてある。写真ハマってるよ。
歩道橋がグラ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 揺れるね。もう配信つけながら写真って結構大変だよね。揺れると光結構歪むと思うからシャッタースピードかなり、ちょっと一回テストでやってみるわ、どういう風になるのか。バッテリー持ってきたよ。大丈夫大丈夫。ここの橋が揺れなかったらもっとうまく飛べるんだ。
箇所かよ。あともう一箇所ぐらいで撮って終わりでいいや。あまりグッとくるのが取れない。なんかこう誘られないね。珍しい。ちょっと今日は調子悪いね。あんまりいいもんが取れてないです。ちょっと微妙っすね。微妙です。でもなんか悔しいんでこれだっていう一枚は撮りたいですね。次行きましょう。頑張ります。ここが行こうか。なんかかっこいいポジションを探します。もうすぐ分かるんでここだってなるんで、いい写真撮れる時のもうここだここだってなるんですよ。ちょっとグッと来てないですね。とりあえず西口でご飯食う。どうしよう。地下道が良さそうな気はすんだよな。のんちゃん何食べたい？ラーメン。何ラーメンとかある？つけ麺。つけ麺。西口のラーメン屋さんどっか探す？初のや。スープに行くからもやだな俺。うわ汗ダクダクだ。のりこが汗ダクダクですね。初のや。ほ。方面？方面奥側だよ駅の。行っていいんだったら行くけど、それから西口にどっか新しいお店探すか。どうする？辰野屋にする。じゃあ辰野屋なら向こう。汗ダックダクだねのりこ。たまには辰野屋にしようか。なかなか悔しいな今日は。いいショットが撮れてない。乗ってないっすね。なんか結構その写真撮るのってみんなの感覚からすると俺もそうだと思ってたんだけど、パシャって撮る感覚じゃん。でも違くて、例えば昨日のなんだトンネルの写真だって水戸まで行って、で丸1日かけてあのワンショットなの。すげえ1個の1枚の気に入る写真撮るまでものすごく膨大な時間がかかるんですよ。今日どうしようかな。家雑、なんか調子悪いから、体調悪いから今日やめとこうかな。なんか乗ってない時に配信やっても良くないだろうし、今日もね本当はね配信やるかやらないか迷ってちょっと1週間ぐらい休もうかなとか思ったんだけど、ちょっと鬱っぽいんだよね。もう先週あたりから全然稼げねえからさ。でもやらないと稼げないし、やっても稼げないし、もうすごいすごい、なんだろう、負のスパイラル入ってて。
わかんねえ、ちょっと休むかもしんない。まずタバコ吸う。あそこのオーガード下のトンネルいいかもしんねえな。最後のショット、オーガード下のトンネルでワンショットいくかもしんない。あそこいい写真撮れそう。見た方がかっこいいかもな、これ。大丈夫？脱水症状とか。叫んでんな。こっち側から見た方がかっこいいかもな。いや大丈夫、全部ぼかすから。じゃあ皆さんこの辺で僕お別れします。ありがとうございました。のんちゃんでした。のんちゃん髪ショート似合うよ。